柳ギ宗ムは、江戸時代前期の武士、新影流の剣豪。陽名は修前、忌ミ名は宗ネ通称は、内前世、春則。大和国柳藩初代藩主にして、将軍家標法指南を務めた、剣豪、柳ギ宗ムの子。家督を継承した兄光吉が急死したため、その後を継ぎ、将軍家標法指南役に任じられて、 徳川家綱や徳川綱吉らに、新陰流を伝授した。これらの功により家像を重ね、父の死後旗本となっていた野牛家を大名に、復帰させた。慶長18年山和国野牛省にて、領主、野牛宗則の三男として誕生する。吉典り時計にある、野牛一族の墓所。右が胸冬の墓館永五年、14歳の時に、徳川三大将軍。 徳川家光の故障となり、やがて諸院番に任じられて三百国を配領する。病弱であったために、少年時代は稽古を嫌うところがあったというが、寛永九年、十八歳の時に、北十大優の猿が苦能の入信の芸を見て感じるものがあって、日夜標法に精進するようになり、寛永十六年には、将軍、家光の標法上乱に、元号として知られる長兄。 野ぎ十兵衛や父の代表的な皇帝、木村智重と並んで抜擢されるまでになった。正法三年、父、宗のが死去すると、その遺言によって、医療一万二千五百国を、兄、光つとの間で分け与えられ、宗冬は四千国を相続して、野ぎ家から分家した。この時家督を継いだ、光つの国高が一万国を下回ったために、野ぎ家は宗のが、 野牛藩を立藩して、以来十一年目にして、大名から、旗本の地位に戻った。また将軍、家光はすでに宗則より、新化下流の因果を受けていたこともあり、宗則の,の死後改めて死を持つことはなかった。父の死から四年後の慶安三年に、兄、三千が急死する。三千には、死死がいなかったものの、亡き宗則の均衡を理由に取り潰しは避けるよう取り、図られ、 胸冬は四千国を返上した上で、兄の医療を継ぎ、野ぎ受け当主となった。翌慶安4年に1月に、将軍家光が病に倒れると、武芸好きの将軍を威武するため諸国の武芸の達人が江戸城に集められ、3ヶ月間にわたって家光の午前で武芸を披露する上覧会が開かれた。胸冬はこの期間中、二月十一日と二月十九日に家光に越見し、 三月二日及び、上乱最終日となった四月十四日には、家光や諸大名の前で武芸を披露している。その6日後の四月二十日に、家光が没すると、後を継いで四大将軍に就任した、徳川家綱に引き続き仕えた。家光の死から5年後の命令期2年、胸冬に対し16歳になった、将軍削なえ、新影流を伝授するよう命が下り、明日ともに、父、 胸のりの死後空位となっていた、将軍家標法指南役となる。家エツナは病弱で障害病に伏せがちであったが、胸冬の指導のもと、剣術を愛好することは,なはだしく熱心に稽古を重ねるようになった。明暦3年1月3日、家エツナより召されて、剣術始めの儀を取り行い、これ以降家エツナ時代の恒例行事となった。同年十二月、樹後医下日高に任じられ、 漢文元年には、後の五代将軍、徳川綱吉からも入門の生死を受けて指南するようになる。漢文四年、家綱より正式に新陰流入門の生死を受け、翌漢文五年に因果を与えた。同年1月3日の剣術はじめの儀では、16歳となった着男、宗春も共に家綱の相手を務め、これ以降、家綱の稽古の際には常に、 宗張も商売するようになった。漢文9年、大和国山部軍1700国の家造により、総国高1万国となり、父の死から23年ぶりに、八重家は大名への復帰を果たした。着難の宗張が成長すると、虎の門本邸での門人の指導は宗張に任せ、自らは芝、新堀の別邸で指導を行うようになる。宗張は長者として慕われ、 虎ノ門には多くの門人が集ったというが、遠方3年1月に突如放送にかかり、同年2月に26歳の若さで没死した。着難、宗春の死から3ヶ月後の遠方3年4月、病に倒れる。将軍、家綱からは、老中、久世博之や若年より、土井都シ夫サラが見舞いに使わされ、治療の限りが尽くされたが、ついに回復することはなく、 同年9月29日、いよいよ病が重くなったことを自ら悟ると、次男、胸あり赤心たちを集めて、被災を遺言書に書き残し、その場を多くの門弟や親族に見守られる中、この世を去った。去年61。遺体は遺言に基づいて仮葬され、江戸の広野理事に埋葬された。また、故郷である野牛賞にも分骨され、末程。 列道が十字を務める吉野理事に墓所が建てられた。フィクション作品においては、父や兄弟らに比べ県の才能では見劣りするも、大器晩成の堅実な性格や、剣術家の野牛家が、徳川時代の武家経営にあたる人物として描かれることがある。ありがとうございます。